硬いって。俺お前の教育係なんだからさ。できるだけ触らないでいただきたいんですが。自分にも手伝わせてください。役に立ちたいんです。何でもします。お願いします。それじゃあお前俺のこと好きみたいじゃん。え、金田君とうまくいってないんだろ。ちょっと待ってください。社長にペアチェンジするよう言ってあげよっかな。困ります。先輩、これってどういう気持ちなんでしょうか。